アメリカの FRB ・連邦準備制度理事会のパウエル議長は7日、ワシントンで講演し、先週発表された雇用統計が非常に強いものだったとして、利上げを継続する姿勢を改めて示しました。 パウエル議長は市場予想を大きく上回った1月の雇用統計について、アメリカの労働市場は依然として並外れて強いと述べ、中央銀行はインフレ抑制のために、さらなる仕事をしなければならないと、利上げを継続する必要性を改めて示しました。一方でパウエル議長ははディススインフレのプロセスは始まったとも述べ 今後も経済データを見極めながら政策運営を行う姿勢を改めて強調しました。